こういうふうに音源したまま変化することになりますけど、中指が3フレットに届きやすくなると思います。でまた小指が2弦の5フレットに入るので、先ほどと同じテクニックを使ってくる。はいはいはい、行ったり来たり難しいですよね。だけどやっぱりどこかをこうキープさせられていて、小指なんかをこう使う、中指をこうするという時に、指の柔軟性だけに任せないで、できる限り上半身を上手に使ってそれをサポートしたいんですよね。まず第2ポジション、半制覇から3フレットに薬指を一旦押し込みます。戻し、薬指と小指を入れるために腕の側面を前方に、回転させる形で、上半身を使ってまいります。で普通の2制覇、4拍目で入れ替わりは制覇の入れ替わりの話ですね。例えば指鳴りでこう出たとしますよね、 PA で、で次当然こうですよね、 IMA でオルタネートを考える。そうすると I で終わってるので、またオルタネートだと、でまた 1,2,3 ポジションだと、こういうふうに指なりに始めてもよし、最初は単音なので、オルタネートだからこう弾き始めるもよし、どちらでもよろしいかと思います。で 1,2,3 ポジションこれが来て、オルタネートなので I から IM のオルタネートなので入れてきて、オルタネートが続き、コードだ、オルタネートだ、で成り行きだ。ベースラインが D から始まって、順次ダイアトニックの音をずっと段階的に加工していく、ここまでで、最後にここまで来たら最後に5セブンを取って、またもう一回頭の D ここへ戻っていく、ターンアラウンドしていくというふうに典型的に使われます。